うんうん、これ車いすマラソンの場合どうなんだろう。例えばクロスカントリー、スキーのクロスカントリーだったりとかするともううちの国を勝たせるためにブロック役だったりとか行ったりとかする。あと自転車なんかもそうですよね。自転車競技なんかも、車いす競技なんかも強い選手が3人ぐらいいたら、そういう役割分担とかにあったりするんですか？まあ、中国なんかはもうそういった戦術使ってきますからね。決勝に3人いたらエースを勝たせるためにブロック役が残りの2人みたいな感じでやりますし、まあ、そこまで揃えてこれる国が少ないですけど、まあ、そこに対抗できるのは今のところタイがいるんですけど、タイはタイで中国対策みたいな感じで考えてますし、でも中国は鼻からやっぱり、勝たせる選手が決まってる感があるんですけど、タイはあんま決まってない感じがするんですよね。いけるやつが行くみたいなそこはやっぱり臨機応変に取りに行く感じはしますけどね。まあ安藤さんが国民性の違いかなとかも書かれてましたけど、やっぱりこう何を目的にしてるかで戦術って変わってくるんだろうなとも思いますし、あとやっぱり強い選手が多い国は当然普段からレースを自分の国でやれるわけですからね、練習の段階で、まあ、やっぱ遊べるんだと思うんですよね。いろいろこんな時どうしようみたいな、そういうなんだろう、ケースプラクティス的なことがいろいろできちゃうんじゃないかなと思いますしね。その中で一番自分たちの得意なスタイルを作っていけるんだろうなとも思うので、やっぱりいろんな引き出しがあるから、いざレースの時に勝つっていう目的のためにも走れるし使えるしみたいな戦術がちゃんと出てくるしみたいなところは強く感じてますけどね。うん、ね、だから前回の東京オリンピックの時のコンバインドの渡部君なんかはね、結局ドイツだったかな、どっかね、3人強い選手がいたから、1人で戦うしかなかったからね、黒い3連戦とか言われましたけども、ね、あと今回の東京オリンピックでも、オランダの自転車なんかがワン、ツー、スリーでいったら、そこでもう、ブロック役交代とかでもう全然勝てないですよね、やっぱりね、単独だったら、1人の強い選手だけだったら、その役割分担がしっかりしていくっていうのは、集中ポイントもはっきりすれば、それこそ周りもよく見る余裕も生まれてくるかもしれないですからね。一人で全部やらなきゃいけないってことを比べると。